今回は村上春樹さんに関わったさまざまな編集者のエピソードについて紹介します。まず村上春樹さんにとって編集者とはどういう存在なのでしょうか。読者から質問がありました。作家にとっての編集者とはどんな存在ですか。編集者なしでは書けないという人もいますし、編集者なんか別にいらないという人もいます。一般的なケースで言えば、若い作家は編集者の意見を聞きながらそれを参考にして作品を書き直していくことが多いようです。でもだんだん年を取ってくると編集者よりは作家の方が年上になってきますし、作家としての腕もそれなりにレベルアップしています。だから編集者が口を挟むこともだんだん少なくなってきます。僕の個人的な好みで言うと、プラクティカルにきちんとした編集者がありがたいですね。僕はあまり事務的に整った人間ではないので、そういう人がいるととても助かります。ここからはこれまでに村上春樹さんが関わった編集者とのエピソードを紹介します。読者から次のようなメールがありました。幻冬舎の社長である健城徹さんが出版を口説き落とせなかった数少ない相手の一人として春樹さんを挙げていました。春樹さんと初対面の時に不愉快なことを自分が言ってしまったせいだと言っていました。僕が群像の新人賞を取った時、まず最初に飛んできたのが健城徹さんでした。初めて彼と会った時のことはよく覚えていますが、何しろ印象の濃い方ですから、僕の方には何か変なことを言われたという記憶は全くありません。褒めまくられたことしか覚えておりません。健城徹さんは昔から元気いっぱいの意欲あふれた編集者でしたね。僕は適当に空気を抜いて生きていますので、その辺のノリが少しばかり違うかもしれません。次は湯川豊さんについてです。湯川さんは文藝春秋で僕の担当編集者みたいなことを長くしてくれた方です。僕がまだ千駄ヶ谷で店をやっていた頃からの付き合いになります。僕が処女作「風の歌を聴け」で芥川賞の候補になった時、それを伝えに見えたのが確か湯川さんだった。もし受賞されたら受賞第一作はうちの社の雑誌に書いていただけますかと言われたので、嫌ですと答えた記憶があります。依頼を断ったのは、小説は書きたい時に書きたいところに書きたいように書くという自分なりのスタンスを守りたかったからです。賞とは関係なく、ノルウェーの森が生まれるきっかけを作ったのは斉藤陽子さんという編集者です。この方は村上春樹さんに2つの提案をしていました。ノルウェーの森の元となった短編である「蛍」が出版された後の話です。一つは「蛍」のような小説がまた読みたい、もう一つは「風の歌を聴け」と1973年のピンボールで出てきた「死の影を感じさせる少女の話を書いてみませんか」という提案です。その後村上春樹さんは長編小説に専念したいと海外へ立ちます。その際斉藤陽子さんに今度の書き下ろしは恋愛小説ですと告げたそうです。そしてその小説はギリシャのミコノス島で書き始められました。1987年の4月に新作の原稿が封筒で斉藤陽子さんのもとに届きました。その中には次のような手紙がありました。斉藤さんが言っていた直子と大好きだと言ってくれた蛍が入っています。この小説こそがノルウェーの森でした。続いて岡みどりさんという編集者についてです。読者から次のような質問がありました。カルタや工場見学など変わった企画は春樹さんが提案しているのですか。カルタの本も回文も工場見学もスルメクラブも走る時にもみんな僕の方から言い出して作った本です。どの本も岡みどりさんという女性編集者が担当してくれました。変な本が作りたかったら岡さんのところに行けというのが僕の鉄則でした。
ストレスが溜まって時々ヒステリーを起こすので、なだめるのに手を焼きましたが、また村上春樹さんには原稿流出事件がありました。この事件に関連した安原健さんという編集者については、文藝春秋の2006年4月号にある編集者の生徒誌安原健氏のことというタイトルで書かれていますが、ここでは割愛します。他にもいろいろな編集者がいたみたいです。困る編集者のタイプはいろいろあります。具体例を挙げますね。1、村上春樹に口説かれたという女性がいて、調べてみたら僕の知っている編集者が僕の名前を使って女性に困ったことをしていた。2、村上春樹に何度も食事をご馳走しているのにちっとも仕事をしてくれないという某社からの苦情があり、調べてみたら編集者が僕の名前を利用して会社払いで彼女に高いレストランでご馳走していた。嘘みたいな話ですが、どちらも実話です。いかがでしたでしょうか。春樹さんはあまり編集者の影響を受けずに書いているような印象ですね。